信号機界隈用語解説、おにぎり。この陶器の愛称、おにぎり、という名は、下から見るとおにぎりのような形をしているので付けられた。おにぎりは、1967年から2010年まで製造されていたロングセラーである。おにぎりは、レンズのバリエーションがある。初期のおにぎりは、ひさしの角が丸い。おにぎりにサビが少ないのは、アルミ製だから、再利用しやすく、初代の古いものも転用される。現行の薄型は、おにぎりデザインを軽く受け継いでいる。濃いとロゴ付きのものは、ほぼ昭和40年代。OEM おにぎりもあるが、陸運のロゴ入りおにぎりモデルのものは、わざわざ濃いとロゴを削って抹消していた。最後におにぎりは、濃いと工業製。